太君は東京に来て、はい、どれぐらい年月経ちました？27年。ああ、はい、随分なりましたね、はい、僕はもう40年。はい、ね、東京好きですか？あ、もう東京以外考えられないです。なるほど、はい、僕はね、はい、実は未だにこだわりがあって、はい、まあ致し方なく来てるっていう気持ちが未だに捨てきれないんです、はい、どうもね納得がいかないんですよ。この東京のこの標準語と言われているこの言葉好きですか、のりたくん？こういう違和感は特に感じたことで、逆にこの西の言葉で喋ってると何やとか言われたことないですか？何やそっか関西弁でやつって。あ、まあ訛りが 何の訛りとか 聞かれる、まあ、話のきっかけにはなるかなっていう。カチンとくるんですよね、カチンと、はい、だからあとね、はい、新幹線に乗るとね、はい、下り新大阪駅って言いますよね、はい、あれも嫌いなんです、はい、大阪の落語のことなんて言うか知ってますか？髪型。そうです、はい、髪型なんですよ、はい、なんで髪っていうか知ってますか？京都に。その通りです。上落するからですね。その通りです、はい、こっちは、はい、その昔は田舎なんですよ、はい、あれ江戸城作った人誰でしたっけ？家康ですね。いやいや、その前の人、一番最初に作った人、北条氏ですか？北条のなんかない人ですよ、はい、あの頃このとこへこいてぶなんですよ、はい、もののこのね、はい、区切りはね、はい、あそこからが間違いの狂い出したきっかけやと思ってるのはね、僕は関ヶ原の決戦やと思ってるんです、はい、あれで、はい、もし乗田君、はい、豊臣秀吉の家来だった、はい、あれ石田三成と徳川家康が、はい、あれ決戦したんだけど、はい、あれで、はい、もし石田三成が勝ってたら、はい、今の世の中ちょっと違ってたと思うよね。そうですね、はい、あれおおよそあの決戦の時おおよそ石田三成が勝ちそうだったらしいね。あ、そうですね、はい、小早川が裏切って、はい、それで形勢が逆転しちゃった、はい、あれさえなければ、はい、石田三成が勝ってたら、はい、あのまんま京都は都で、はいはい、大阪が大体日本の中心になってたはずなんです、はい、そして江戸はなかった。徳川家康がまず殺されますから、はい、石田三成が殺しますよ、はい、そうすると江戸はないですよ、はい、ずっとこっちが関西が都で、はいはい、あの頃だから未だに残ってる言葉で、ああそれはくだらないなっていう言葉あるでしょ、はい、あれ江戸時代にできた言葉らしいんですよ。くだらないな、流行するか流行しないか、流行るか流行らないか、髪型で流行ったものはやがて江戸に行く、はい、これはくだるわけです、はい、だから流行るものはくだるもの、はい、江戸まで届かないものはくだらないもの、絶対西が中心なんですよ、はい、そうなるとあの時石田三成が勝ってたら、はい、この私ら喋ってるこの関西弁が標準語ですよ、はい、あ、はじめまして、私山本隆二と申しますって言ったら、お前なまってるなわての名前は山本隆二出すって言え、はい、これが標準語ですよ。どないしてまんねん、儲かってまんか、いやー、まあ、ぼちぼちですな、これが標準語です、はい、最近どう、儲かってる、いやダメですね、まあまあまあかな、お前なまってるで田舎もやなってこう言われるわけです、はい、こういう中になってほしかったね、はい、どうでしょうかね、
中華ここはね、はい、田舎ですよ、はい、本当はそうするといろんなことが考えられるね。あの豊臣秀吉の家来が石田三成、あの頃バテレンはダメだったけど、宗教を持ってくるのはダメだったけども、外交で商売に来る人は入れてましたよね、はい、鎖国まではしなかった、はい、あの宗教を持ってくるキリシタンはこれだったけど、罰だったけど商売は良かったね、はい、ってことは鎖国しなかったかもしれないね、 はい、あのまま石田三成がずっと買って関西が中心だったら、はい、そうすると鎖国がないってことは黒船も来ないんですよ、はい、もっと早く西洋文化とか入って、はい、岡城記も、はい、新橋横浜間じゃなくて、はい、神戸京都間ぐらい走ってたと思うね。一番最初日本の岡城記は神戸京都間だったと僕は思うね、はい、ちょんまげしてる人がそれに乗ってたと思うよ、はい、だって機関車ってアメリカでずいぶん前に走ってたんでしょ、はい、もう西部劇の時代に、はい、開拓時代に、はい、そしたらもっと早くいろんなものが進歩して、はい、もっと日本は最先端の国になってたんじゃないでしょうか、はい、写真とかもね、うんと早くできて、はい、ちょんまげの人たちがこうやってみんなもっと写真撮ってて、はい、なんかやっぱりどこかで何かが狂っちゃったんだね、はい、今のこの世の中僕は正解だと思ってません、はい、僕はあの時関ヶ原の決戦で勝ったらこうなるであろう世の中が希望だと僕は思いますね、はい、正解だと思いますよ。そっちがどうでしょうかね、野田君。ちょっともうなんか そういう世界想像してみたらなんかちょっと面白いかもしれないですね。へえ、はい、もし、はい、あの時石田三成が勝ってたらっていうことをいろいろ想像して膨らましていくと面白いと思いますよ、はい、ぜひ皆さんも頭ひねって考えてみてください。よろしくお願いします。